佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は白髪対策についてお伝えいたします。あなたは最近白髪が増えてきたなということはありませんか？私はアラフォーあたりから白髪が増えてきました。ですが最近信頼している美容師さんから、先生最近白髪減ってきていませんか？と嬉しいお言葉をいただきました。実はあることをコツコツと始めていたんです。それは黒ごま、黒砂糖などでカルシウムとビタミンを補給することを心がけていたんですね。そして髪は腎臓の影響を強く受けると言われています。なので添加物や農薬などできる限り取らない食事を心がけてください。そして黒ごまや黒砂糖などの黒色の食品を積極的に取ってみてくださいね。今日からあなたもできることを一歩ずつチャレンジしていきましょう。そしていつまでも艶やかな美しい髪を保っていきましょうね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。